あかりん、ことしたあかりです。この度ピーチジョンコラボ第4弾ということで、今回はですねナイトブラを作りましたということで、ピーチジョン新宿店の久保店長と一緒にご紹介していきたいなと思います。こんにちは、ピーチジョン新宿店の久保です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。年間通して自分の中でコラボ商品を作るにあたってのテーマが、もっと自分のバストやヒップを好きになろうというテーマで開発してきたので、まあ、その中でこうプラスで何か使うっていうよりは、もう寝てる間にも何かケアができるものをやっぱ作りたいなと思って、今回はそのナイトブラを作りました。普段からナイトブラ私はつけるんですけど、すごい機能性のいいものを選ぶとデザインがちょっとナイトブラっていう感じがするから、なんかもっとこうつけてて気分が上がったり、あんまりナイトブラ感のないものが作りたいなって思ったので、デザインにはすごくこだわったのと、ここが脇高になっててすごい幅がしっかりあるので、しっかりこう余分なこうお肉を寄せてくれるといいますか、他のナイトブラに比べてもボールド感があってバストも盛りやすいのが特徴です。で、地域もすごく良くて、足口の部分の肌当たりが優しいので睡眠中にもぴったりです。そうなんです。やっぱりこう布が当たったりとか、当たるものが多ければ多いほど蒸れちゃったりとかして、ちょっとこうニキビにつながっちゃったり、ざらつきにつながったりするなと思ったので、ああやって地域型にこうなってることによって、お尻周りがすごいケアしやすいというか、蒸れにくいし肌当たりが優しくなるようにめちゃくちゃこだわりました。でもデザインは可愛いでしょ。ノンワイヤーでめちゃくちゃ楽ちんなんですよね。なんだけれどもバストをこうふっくら、埴輪をこうメイクしてくれるので、すごい漏れてるっていう感じもありますし、カップ下とあと背中の中心部はこう切りっぱなしになってるので、フラットですごく優しいつけ心地で、寝るときすごく楽なんですね。だからその苦しさみたいなのが全くないし、もう言ったら本当にキリがないくらいたくさんあるんですけど、ここのストラップの部分もすごいちょっと太めになってるんですけど、太めにすることによってしっかりこう持ち上げられるというか、そういう部分にもこだわりましたし、バストの輪郭をバーチスラインと呼んでるんですが、このカップ周りのバーチスラインをきちんと当たるようにバストをこう入れ込んでいただきますと、お胸を残さずしっかりこうホールドされるので、ぜひお試しください。なるほど、はい、ここのラインにしっかり入れ込むような感じでつけるのがポイントです。はい、あとこの内側のお胸に当たるここの部分の生地を綿 100% にして、肌にちょっと優しい当たりのものを選んだとか、なんか結構こだわりは詰まってます。ビーチジョンのもともとあるナイトブラをもっと可愛らしく私らしくしたいっていうのと、さらに盛れるようにしたいっていうのがあったので、そこからちょっとインスピレーションを受けつつも、デザイン自体はちょっとヴィンテージっぽいものが作りたかったので、これ1枚でつけてなんか羽織っとくだけでも可愛いみたいな、そんなものにしたかったので、黒だとちょっとセクシーな大人っぽい感じになるんですけど、ピンクだと可愛らしい感じにもなるし、これはちょっとなんか気分で2色替えしていただいて付け替えてほしいななんて思ってます。で、中心のここのチャームにもこだわっていて、そうピンクゴールドにしたことによってちょっと高級感ある感じに仕上がったかなと思いますし、ただ機能性を重視しすぎると今度デザインがちょっと地味になっちゃったりとか、ナイトブラ感が強いものになっちゃったりとかするのも嫌で、どっちもこんなに機能があってこんなに可愛いナイトブラって他にないよねと思って、可愛すぎるナイトブラを作りました。ということで皆さん、新作のナイトブラいかがでしょうか。私結構本当に今回マジでいいものできたなって思ってるので、ちょっとぜひたくさんの方につけていただきたいなって思いますし、本当に他ではちょっと買えないような機能性とデザイン性になってると思うので、ぜひこの機
会にゲットしてほしいですし、私も愛用しているバストクリームやあとヒップクリームとお得なセットになって発売もしておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで皆さん、最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。